正直ね、ヨイミヤのガチャね、売れないと思う。仕方ない。スメール来るし、スメールの神様みんな楽しみだろうし。なんかカズハもさ、カズハって今めちゃくちゃ強いキャラだからさ、みんな引いたやん。もうカズハのために多分半年以上原石貯めて引いた人もおると思うね。ただ、当時も稲妻への期待感とか、カズハが後半のキャラクターだったからさ、2.0 の公式生放送がみんな見れてさ、アヤカが来る、ヨイミヤが来る、サユが来るも分かってたし、ライデン将軍の存在もみんなある程度は知ってたし、それの上の期待感でちょっと引くのが敬遠されたってのもあるから、難しいな。8月ヨイミヤガチャ楽しみ。まあ、ヨイミヤのガチャ引くんか。あんなスメールの新キャラの情報出たのに。いや、でもそれでもなおヨイミヤを引こうとする人の私は味方だわ。ヨイミヤで火力出なくて困ってますっていう人のコメントには、結構積極的に答えてあげようかなって思ってる。ヨイミヤかわいそう。まあ、ちょっとタイミングがね、まあ、カズハとスメールの間に挟まれちゃったし、新キャラの情報開示が、ヨイミヤのピックアップ始まる前なのが、ちょっとかわいそうやな。で、次 3.0 でね、公式生放送が来る前から結構情報出まくってて、大丈夫かなって感じ。3.0 の公式生放送何話すんだろう、ホヨバースさんは。何考えてるんかわからん。話すことなくなっちゃったくない？ 3.0 の公式生放送。大丈夫なんかな？まあ、いっか。まあ、私が心配するようなことじゃないもんね。